ーチが高度制限をかけてるのね。高度制限がなくなれば今まで行けなかった浮島の攻略に行ける。俺っちが調べてみるよ。こうなってるのか。ここにさっきのアイテムが入りそうだぞ。アイテムをセットするぞ。何？おお、アイテムに反応してるようだな。高度制限機能を解除中。制限解除、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 制限解除された。試してみる。ああ、そうだな。待て、見て、モンスターが。あの装置ってトラップだったわけ？いえ、トラップというより高度制限後のクエストに挑む前の壁というか、門番みたいなものだな。ここは戦うしかなさそうだぜ。なんか動き出したよ。みんな気をつけて。敵が近づいてきました。気をつけて。こいつを倒せば今まで行けなかった高さまで飛べるんだよね。早く行ってみたいよな。これならどうだ。このくらいなら大丈夫だな。頑張って。
その方が戦ってて面白い。キリト君、私楽しいよ。これくらい大丈夫だよ。もう持たないかも。アスタ大丈夫？元気になったよ。何の？はっ、やっ、これならどうだ。あんまり早くダメだよ。助かったよ。はい、はい、体の自由だ。クリアだな。
大したことないわ。クエストクリア。やったね。やったやったやったね。これで氷山の島はクリアかな。今回は次の島は解放されないんだね。そうみたいだな。この先は高度制限で行けなかった場所の探索になるのかな。高度制限がどうなったのか試してみたいぞ。なあみんな、流行る気持ちはわかるが、高度制限解除により新たに行ける場所が一気に増えたよな。アイテムの補給を兼ねて俺の店で軽く作戦会議しねえか。いいわね。マスターの入れるお茶美味しいしね。それじゃあひとまず町に戻ろう。みんな集まったな。みんな高度制限解除お疲れ様。これで今まで行けなかった浮島に行けるな。お兄ちゃんよかったね。行ける場所が広がったよ。高いところにあった浮島にも行けるようになったってことは、次は何を目標にすればいいんでしょうか。3つの大陸の高度制限があった場所より上のエリアを順番に回っていくしかないんじゃないかな。今まで行けなかった場所にダンジョンとか何かありそうだわ。なるほど、一つ一つ回っていくということだな。よし、調べに行ってみるか。ボークリンデ、ベルグンデ、フロスヒルデ、さてどこから攻略してやるかな。